ティートボール、あ、違う、が終わってフォーベックのメタパートメカニクスからですかね。はい、なんか、初世のサイトを見たら TRPG のに関する本がいっぱい出てたので、多分あんまりなんか私は知らない方の人ですね。大丈夫、フォーベックのやつは翻訳全くないんですか？ないんですね。あ、じゃあ、普通に。あとはマーベル作品の TRPG をいっぱい書いてるって書いてますね。あとはショットガンズ&ソーサリーっていう本あります。こいつはさっきのソード&ソーサリーっていう多分きっかけてんだろうね。ショットガンズはもっと新しい時代っぽい、うん、ですよね、はい、いいと思います。まあ、そういうテーマをきっちりメカニクスに合わせなきゃいけないって的なものをたくさん作って、比較的たくさん作ってる人なんで、こういうテーマになるんだと思います。で、言ってること自体は、そのメタファーメカニクス、メタファーっていうのはまあテーマですね。テーマとメカニクスっていうのは、競合するものでなくて、どちらかを一方を重視すべきものでもないよっていうことを言ってるだけで、非常に当たり前体操な内容なんですけど。いやいやいや。あ、ごめんなさい、マット・フォーベック、翻訳あったね。ありました。マインクラフトの本がありますね。マインクラフトの攻略みたいな本ですか？いや、小説。小説？小説あれで小説。あと D&D のね、銀龍の騎士なんていう本です。うん、まあ要するにジュブナイル D&D 小説の翻訳もある。銀龍の騎士が出た時にちょっと見た気がする記憶が。多分横山さん持っているんです。すごいいっぱい書いてるんですね、じゃあ。はい。でも、メタファーとメカニクスっていうのは、まあ、まあどっちも大事というか、それをどうやって設置させるかということで、うん、まあそのことしか書いてません。だからすごくなんていうか、まあ一つのことしか言ってないんですけど、ただまあ本に入る前の、この記事に入る前につかみとして、結構これはに日本の同人ゲームのテスト会なんか行くと、割とそれはなんか当たり前の認識ではないらしくてみたいで、テストするときにこうなんかテスト、自分がテストした別の人のゲームで意見を言ったことなんですよ。なんかシステムは面白い気配がするから、もうちょっとこうテーマの方からこうアプローチをしていくことで、なんか分かりやすい動線を作ったらどうかっていうようなことを、で完全にシステムしかなかったから、なんかそのテーマつけてあげたらどうなんかいいかもしれませんよって言ったら、僕はなんか完全にシステムができてからテーマを作りたいんでって言われたことがあって、多分完成しないだろうなと思ったんで、思いながら聞いてたんですけど、まあ同人作家ってそういう方が多いですね。はい、そういう人、本当に素人だとそういう人はよくいるので、テーマから、絶対テーマからとか絶対システムからとか言ってるんで、そういう人に対してはその、何でしょうかね、本に書いてある、どちらから手をつければいいのかっていうと、どちらでもないよって言ってますけど、そういうアドバイスは具体的な指南としては意味があるのかなと思います。用紙の最初の、レジュメの最初の段落ですね、読んでいきます。多くのデザイナーは最初にメカニクスかメタファーのいずれかからゲームを考え始める、うん、まあそうでしょうね、そうでしょう、それのどちらでもないところからってのはどこだそれはみたいな、コンポーネントですね、枚数制限とかですね、はい、経費とかね、ありますね、はい、ありますね、これ結構ありますよね、意外と、カードゲームはそうだよね、はい、締め切りとか、あ、そうですね、そうですね。まあ予算とかも含めてコンポーネント、ね、うん、そうですね、そうですね。でもまあ普通はでもそこからゲームっていうものに対して言うときはメカニクスメタバーが絶対どちらかです、うん、でメカニクスはルールやコンテンツのことで、ゲームが機能する抽象的な手段を意味する。メタファーはゲームの主題となるテーマであり、ゲームに文脈とより広い意味を持たせるフィクションを意味する。でしかしこの2つは競合するものではなく、どちらかを重視すべきものでもないっていうのはまあ最初に言ってることですね。で例としてはモノポリなんかが上がってます。で、次のそうですね、メカニクスのないゲームはゲームではないし、メタファーのないゲームもゲームではない。これは、本の中でアブストラクトゲームもメタファーがあると考えてるわけ、言ってます、はい、どんなに抽象的なゲームでも少なくとも多少のメタファーは備えているっていうふうに言ってて、それがなんか右のと引用ですね。チェスを一切メタファーを使わずに遊ぶこともできるだろうが、そうするとゲームの持つ意味の大半が失われてしまう。例えばもっといいことか連中みたいなのはどうなんだろう。そうなんですよね。まあ、囲碁はでもあれメタファーあるって、いやさっき武井先生に言わせればメタファーあるってことも違うけどね。連字というか五目並べはないです。ないですよね。五目並べはないよね。もっともっと言って任務みたいなね、一人ゲームみたいな、ね、そうですよね、うん、メタファーって言われても困るんだけどね。ですよね。
そうなんでしょう。でも囲碁もないと思うんですよ、うん、別に石を置いていくだけだから。その時になんかその陣地を具体的に想定している人はいないと思うんですよね、うんうん、あ、具体性では想定してないですね、うん、まあ、囲碁はちょっと微妙なところだと思うんだけど、基本的にこうマット・コーベックは以前やったコバルトの RPG デザインの著者みたいなスタンスで、大手のこうビッグタイトルの1パートを担当しているということが多い。例えばウォーハンマーとか、D&D とか、あ、そういうのもやってるんですね。コンピューターゲームだとね、こう全部いろんなものやってる、ヘイローとかね。その上でメタファーは、意外とだからメタファー寄りの人だ、うん、まあ要は作家兼ゲームデザイナーで、どちらかというとメタファー寄りのスタンスで、うん、このサイファーシステムも書いてる。いや、まあ、まあ、メタファーがあれば王のキャスリングが一体何なのかが解き明かされるってことは絶対にないじゃないですか。ないですよ、そう、ないですよね。だから ここの主張には全然説得力がないと思うんですけど、でもそのなんていうんですか、こういうそうユーロゲームを考える上では、うん、それこそはこれで有用な主張という、うん、主張じゃないな、手法ですかね、うん、手段ですね、はいはいはい、そして彼の立場から見るとそれがあるということで、うんうん、そうですね。だから全然そのはい、批判は別にいくらでも突っ込みどころいっぱい出てくるけど、別にそれはそれとしていいんじゃないかなと思います、うん、この人、はい、まあ、キスは騎士でなくてもいいみたいな主張は松永さんかエスパイルのどっちかがしてましたねとは茂吉さんのコメントですね。キスは騎士でなくてもいいんだけど、うん、だ例えばチェスが来てなければ、うん、神の国のアリスみたいな小説はできなかったってことです。まあもちろんそれはそうですね、うん、はい、なんでいいわけじゃないけど移動しないといけないから、うん、だから分析哲学、分析美学みたいなアプローチだと当然、うん、ナンセンスなこと言ってるわけだけど、うん、こう商品としてどういうふうに言っていくかっていうと、アブストラクトな商品にならないっていうってことです。ああ、それ、そう、そうですね、そうで、なるほど、それはすごくですね、アブストラクト商品にならないかなるかってなることもできるんだけど、非常に難しい、難しいでしょうってことです。うん、まあ、この本の立場からすると、まあ、ならないでもいいぐらいですね、多分。うん、ことこの本だとアブストラクトをわざわざ作るってことは、まあ、ほぼない、わざわざ売れなくしてるわけだから、うん、そういうわけだとね、なかなか、まあ、なんかテーマぐらいつけなさいよみたいな、そういう感じで、とかユーロゲームだったらそりゃそうだよね、楽しみになるよね、うん、この後に出てくる、なんだっけ、あの、もう別の記事でもそうなんですけど、やっぱりそのアメリカの市場に合わせるっていうことをある程度意識してたと思うんですよね。例えばそのメイフェアにゲーム売ったからこういうテーマになったとか、そういうことは言ってるので、うん、メカニクスになったとかいうことは言ってるので、うんうん、ね、デザイナーがどっから出発するか、デザイナー次第であり状況ゲームによっても異なる、まあそう、そうですよね、そうですということですで、メカニクス的手法っていうタイトルが次に使われてますし、うん、メカニクス的手法の例として優れたメカニクスやコンポーネントからゲームを制作するだけでいい場合がある、うん、メカニクスがあればそこにまあ乗っかるだけでゲームはある程度完成度が担保されるみたいな、ね、ある程度メカニクスっていうのはその作者が楽するものでは絶対ある、そうですよね、うん、うん、そうですね。この後にデジマに出てきてませんけど、はい、ガープスの話が出てきて、前回非常に盛り上がったガープス、盛り上がったガープスです。草場さんがガープス、そんなゲームがあるのは信じられないって言って家に帰ってガープスのルールブック見たら、うん、なんてルールが少ないゲームなんだろうって思って、なんてこんだけしかなかったっけってガープスって、完全版のガープスですか、いや文庫、文庫、なんだこんなんで入っちゃうんだ。ただガープスっていうのは基本的にこう基本ルールだけでプレイはできる、できない、できるっちゃできるんだけど、それは、うん、あのそれ以外のを全部作んなきゃダメなんだよ、うんうんうん、いやプレーンヨーグルトみたいなもんであってあプレーンヨーグルトで料理を作るにはいろいろ自分で出さなきゃいけない、はいはい、みたいな話、うん、そうですね、うちの子もプレーンヨーグルトだけでは作りませんからね、うん、フルーツだとそういう人もフルーツを作って入れなきゃいけない、はい、ペンヨーグルトだけで僕はもう全然ガープスレベルだといけるんだ、うんうんうん、ガープス前回の訂正します、ルール全然ないんで、いやそんなことはないそんなことはない実際ここの、 あの本にじゃ本の方には、はい、出てます、レジュメではあのタイトル以外を省略してますけど、はい、書いて48ページに、はい、キャンプが出てます。で、汎用 RPG システムだ、数十年の間にこのシステムを利用した背景メタファー設定集が何十冊と、はい、でここで、ちょっと面白いのがプレイヤーが一度ルールを覚えれば同じ、動詞のゲームを全て遊べるという利点がある、まあねRPG の場合そうでもないけど、まあ、マジックの場合はそうですよね、 RPG はそうですね、うん、マジックもエクスパンションによっては覚え直さなきゃいけないことがあるんじゃない、
多少はまああると思いますけど、キーワード能力さえ分かれば、あの今例えば10年やってない人でもいけると思います、うん、プレーンズウォーカーが増えてね、そうなんだと、あと今回のキーワード能力がこうです、言えば、あとまあストックライトとは知らんけど、あの、うん、多少分かりやすくなりました、ね、分かりやすくなりました、ね、確かにマジックこの前久しぶりにやったら全然ルール変わってなかったから、うん、プレイヤーできた、うんうん、ただそう、いやただなんだろう、 TCG になるとそのメカニクスかテーマかというより、あのメカニクス派みたいな人でも2種類いると思っていて、なんか大きな構造が好き、僕こっちなんですけど、なんか大枠の設計構造が好きな人と、あのカード1枚1枚のデータ作るのが好きな人で、あのそっちの対立の方があのゲームの内容としてだいぶその作る方向性違うなみたいなのがあって、メカニクスとなんだろう、メタファー、ここテーマですね、メタファーはあの喧嘩しないけど、メカニクス派とデータ派は喧嘩するよねっていうのは、あのそれは感じてますね。CCG に メタファー派なんているんですか？いますね。MTK は割とある方でしょ。あのそういうあのなんだろう、ニーズを、取るための言葉として、サイコグラフィックスとして、なんだっけ、ティミ・ジョニー・スパイクじゃなくてもう一つの方、カードのフレーバーが好きな人みたいな、うん、あの用語があるぐらいなんで、それはガチ勢じゃないってこと？いや、ガチ勢かどうかは関係ない、メルビン、そう、メルビン・ボーソスですね、はい、メルビン・ボーソスっていう軸が、どういうカードが好きかじゃなくて、テーマに対してどういう態度を取るかみたいな、あのなんだろう、人間のニーズ の分析用語みたいなのをその開発の人が、あのもう1000回ぐらいコラム書いてるんですけど、あのマクロゾータさん、マロさんがあの定義してるよぐらいってのことを言うぐらいなので、あるかないかで言うとある、少なくとも開発スタッフはあると考えてるんですね。というか、まあ、主要な TCG は全部あるんじゃないですか。あるでしょうね。うん、だって遊戯王なんて遊戯王ですよ。うん、まあ、だし、ポケモンカードなんてポケモンですよ。確かに。遊戯王なんかもともとごっこ遊びから入ってますからね。TCG というよりは OCG ですかね。例えばさ、でもビッグイマン TCG とかないわけじゃん。それは多分作ってないからないわけでしょ。じゃあ出る可能性はまああるか。それはあるでしょ。普通にあるでしょ。だからたまたまそのビッグイマンの最盛期が80年代だったから出てないだけで。じゃあポケモンなら出たわけだし、ね。出たわけだし。うん、だからポケモンの絵の柄でマジックやったらそれはちょっとウケないよねっていうのがあるし、うん、だから単に世代がずれてるから、うん、でしょ、別に単にそれだけですよ、それいじめていかない、この流れで言うと、じゃあいかにまたガープスっていうのは、ルールを覚え直しに等しいソースブックがたくさんありますから、そうそうそう、ルールを覚え直しに等しいソースブックがいっぱいありますから、ちょっとやっぱりね、異例ですよね、ガープスこの中に。ガープスリングドリームとかさ、なんであんなのゲーム今やってたんだかって、いや面白いんですよ、面白いんだけどルールが全然基本と違うのね。メモアル44はや、まあまあ、メモアル44はどっちかっていうとウォシムに近いイメージの例です、うん、その1個のシステムでいろいろなシチュエーションをみたいな、メモアル44って翻訳ありましたっけ？翻訳はないですね、ただまあ短いルールなので全然普通に英語からでも読めちゃうぐらいないですか、はい、ね、あれ見た目はウォシムだし、いややってることもウォシムなんですけど、ルールはすごい単純なゲームなので、遊びやすいですよ、デイズ・オブ・ワンダーが出してるからそんなにいいなと思って、でもあんまりなんかそうこの例を見ていて、なんか例えばその自分が作る参考になるかっつうとそうでもねえなっていう感じはしましたね。うん、まあなんかお国柄を感じますこれは。はい、次、次のメタファーの方ですね。メタファーから考えるには、自分のゲームが何についてのものかを一段落できれば一部に収められるという、まあ論文と一緒ですね、これは。右に書いてます、メタファーテーマの形式。ゲームのタイトルは、プレイヤーまたはそのアバターが、ゲームが彼らに提供するツールによって何かを行う、あるいは完成させるというタイプのゲームである。うん、まあ、このカルカッコの部分に、なんか変数が入ります。要は、人と、手段と目的。プレイヤーは人ですね。そうですね、人提供はもちろん手段ですね、はい、で目的、まあ別にメカニクスの総体も別にこれで表したらいいじゃんみたいな感じもしますけど、まあ、対応はしちゃうんですよね結構最終的に、うんうん、そうですね、これだったらこのシステムかなみたいなのもあるし、結局その最後に言って接中させるっていうのが、うん、その、はい、それを対応をうまくつけるっていうことだと思うんですよ、対応つけるためのものなわけだもんで、そう、それ、そうですね、
まあ、とりあえずそのメタファー あのテーマの方でよりこう明確にこれを書けないとやっぱりプレイヤーにとって、うん、認識がしづらい遊びづらいものになるっていうのはあると思います。もうアブストラクトでなくてもね、はい、トランプゲームなんかはあんまりそのテーマとかメタファーっていうの感じないんだけど。ないですよね。いや、クロミアさんが怒りますよ、そんなこと。あんだけなんかその2が強くなるのはこういう理由があってみたいな書いてた。元はあったけどだろうかな。そうね。いやでも昔はあったとしてもそれがやっぱり失われてるからなんか、まあ普通トランプゲームって今やる感じではね、だから中世の人はそう思ったのかもしれない。中世の人はそう思ったんです。どうなんだろうね。でもないと思います。だからトランプは商品ならんってことですよ。まあそれは言えると思う、うん、そのままじゃね。そうトランプにこうトランプのカードで全部できるけど、トランプにしないでメタファーをつける商品になるってことです。まあだからあのクルーの例が出てくるとね、クルーはよくわかるんだよね、うん、あれはまあトランプなんだけど確かにテーマがあって、うん、そのメタファーっていうかね、うん、があってやっぱり生きてるよね、はい、それがね、生きてると思います。確かにね。だから今出版やってますけど、出版か、うん、出版にあれ全部船のカードとか読み取りしてやればメタファーができるわけですから、うん、そしたらその方が全然商品価値が出るでしょ、うんうん、だからプレイはできるんだけど。あでもそうそうそう、それでちょっと思い出した面白い話ではないんですけど、なんだっけな、トリックテイキングパーティーゲームショーっていう、それで応募した時に応募作見たら、テーマがついて、いわゆるユーロゲームっぽいテーマがついてるものがすごく多いんですよね。ああそうね。なんかタイトルをつけて、あなたは何々です、何々してくださいっていうようなことを言ってて、トリトリコみたいな、まあまあ、まあ、そういうめんどくさい話を、ごめん、何みたいな、クエルトリコみたいな、あーそう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 だ、ね、そう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 つけてなかったりとか諦めなかったりとか、まあブルカルトみたいに無理やりやってる例もありますけど、大体は諦めてるんですよ。でもなんか日本 その同人創作だと結構そういうのが応募してて、でも読んでてそれが特に助けにならないんですよ。何の助けにもならない。むしろ邪魔になるものがそういらねえよ。混乱させるからやめてくんなみたいな。だから最初からそのトランプ的なメカニクスで応募してくればいいじゃんと思ってる。単にそういうフォーマットだからそうしてみたに過ぎないわけでしょ。いやそうでもない、そうでもない、だトリックテイキングパーティーの枠組みを外しても同人で売ってるトリックテイキングで、かなりテーマをがっちり載せてるものは多いです。そうですね、うん、だいたいやるとつまんないです。だいたいテーマすげえつまんです。やっぱりルールだけじゃ売れないのは確かだ。そうですね、そうそう、やっぱりそれは売りたいからなだと思うんですよね、うん、メカニクス派システム派、なんか場合によるとなんか理系文系みたいな言葉で言う人いるけど、なんかどっちかしかやらなくていいみたいな空気感は変に感じる。ありますよね、ありますよね。そうなんかね、それこそここで書いてあるけど、そうなんですよ、そうなんですよ。なんかここで書いてあることで終わりっていいじゃんと思うんですよね、うん、そうだよ、全部の半分を応募してきた黒宮さんは別に何もテーマつけてないぞ。それだから黒宮さん、そうでもないか、なんとか題名になんとかとかいろいろつけてる、うん、まあでもそれは本人が覚えやすくするためのものそうだね、それはテーマはないも同然だと思います。だからモーツァルトがケッヘルなんぼとかつけてると思う。ケッヘルは別にモーツァルトとかつけてない。いやいや、作品何番とかさ、そう、自分で番号つけてる作曲家はいないですよね。あまりないですよ。バーが自分で BWB を歌ってねえから。どんだけ自粛かしも。そう。生前から記念館だって落合博満やねえだから。カズマさんやってくださいよ。カズマ、カズマさん。カズマ85までやるぞ。今30何か。今30です。31です。今31作品です。カズマ31っていうのが、システムよりも、軽視されてる気がする。私はそういう派なんですけどね。いや、要はメタファーの完成度みたいなものが軽視されてる気がする。ユーロゲームはそうですね。そう、ユーロゲームはアクリみたいな、要は一枚メタファーが多いってことです。そうですね。まあ、独創性が求められてないというのがやっぱりまあ、あんまり求めてないのは、ね、RPG はもっとひどくて、まあ、一時期は、よりは減ったんですけど、駆逐されたんだけど。こう入りのランドメモを周回遅れで追いかけるようなフレーバーのものが非常に多くて、まあこれはあの高橋さんが詳しいけど、だから要するにこのテーマで
ないとできないっていう感じじゃないわけですよ。お前らこういうの好きだよねみたいなのを後から出してきて、それがもうダサい。まあ、まあ、分かりますな。ということが、ラノベみたいな。美的判断では分かりますが。美的判断というか、まあ、ラノベ、いや、政治的にも正しくないし、しかも、ダサい。誰がやるのこれみたいな感じの別々には結構ある。別にでもそうは言ってもそのやりたいっつ情熱でリングドリームとか出してもすぐ絶版になってプレミアになるだけなわけですから。リングドリームなんてあれちゃんと女子プロの愛が全然ありますから。そうそうあね、そう一時期ちゃんと見てる女子プロがあれば、ニューゲームゾータもやしだから一時期あれを血眼になって探してて非常に楽しかったんです。例えばよくできた RP の世界はちゃんとそこでやる必要性があるわけです、うん、原作もののゲームが必ずしも面白くないっていうのと同じですよね。原作をなぞるだけではつまんない、うん、そこのプレイする必然性っていうのを、うんまあ、これ X 面の例が出てきますけど、はいはい、そうですね。あのちょうどその何でしたっけ、既存のメタファーを使う、うん、既存テーマ使う方が簡単だけどねっていう、うん、既存のメタファーをデザインすれば簡単だっていうのはこれは語弊がありますね。いや、うん、あの自分もこれ読んでていや嘘だろって思いました、うん、ただこれはおそらくこうパクリと言われなくて公に使えるからって話だと思う、うん、まあそうじゃあそうか、まあ、世界観構築は楽だよねとは言えると思うけど、うん、じゃあそれ本当に自分で取り込んで再構築できるかっていうと難しいですよ、うんうん、どっちかというとそういう再構築そのスケールの大きい IP の一部を作るというよりは、うん、こう基本的にその常に書かれているものと矛盾しない、うんうん、例えば X メンとかみたいに熱いファンがいるものでこう愛がないものとしたらすぐバレるわけですよ、うん、愛というか、うん、矛盾する適当なものをするとこのライターは全然ダメじゃないかって話で、は大抵クリエイターよりもユーザーの方が詳しいわけですね、うん、そうはい、でそれよりも詳しくなきゃいけないっていうことも前提であるわけですけど、うんうんそうですね、だからそういう意味では簡単ではない、はい、著作権をクリアしてるから、うん、そういう意味ではパクリにならないって意味では楽って、うん、物語がすでにあるし、うんでもある、はい、でも言ってますね、ある小説が好きなのにそれを原作した絵が嫌いという人に聞いてみればいいって書いてて、うん、なんかもう汎用のテーマとか用意すりゃいいような気もしますけどね、こういうの、うん、汎用のテーマ、いやだからその汎用のルールシステムみたいなものガープスとかあるわけじゃないですか、はい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 、多分汎用のなんていうか世界観設定を作って、はい、まあなんか別にみんなこれでいいじゃないですか、多分それじゃダメなんだと思うよ、だと思うんですよ。ただ前昔からネットでそういうのありましたけど、うん、面白くないですね。ああそう、揺らぎの神話っていう、いやでもそれはなんていうか、あアメリカのゲームとか RPG だからそうなのであって、いや日本いやまあ日本でもいいんですけど、まあ、ドイツのユーロゲームなんか別に何乗せたっていいわけですよ、あんなもの。そうですね、まあね、何乗せたって言い過ぎですよね、まあ、なんだろう、あれフレーバーだもんね、確かに。だって別にそのまあ、ドイツのゲームじゃないですけど、ケイラスにその、うん、そのケイラスの街が実際どうなってるのか気にする人は一人としていないわけですよ。名前を覚えたみたいなことはあるかもしれないけど、うん、そうですね、なんかボードゲームってその、まあ、テレビゲームと比較するのはあれですけど、プレイ時間もやっぱり短いし、表示できる絵も少ないから、あのなんだろう、表示できるものっていうのが、まあ、すごい限られてて、なんだろう、まあ、とあるテレビゲームをボードゲームにするとしても、このシーンだけとか、ここだけはみたいな感じに絞ることになるから、まあ。うんうん、そうですよね、パックマンですらうまくボードゲームには なれないわけですよね。だったらまだギリ受けるかもしれないけど、やってきたやつあるんですよ、ってる、うん、あるんだけど、やっぱりこう本物やってるのに比べてやっぱ物足りないんですよ、盤、うん、が、パックマンは無理でしょというか、無知も、まあまあそうですね、あ、そうか、いや、あのドットをイートしていく、いやいや、まあまあ、ドットイートです、パックマンはやっぱりなんていうか、そのスリルのゲームですからね。スリルはなかったです、うん、そのいや俺は実際やったんですけど、なかったです。まだパックランドでやった方がいいんじゃないかな。パックマンのボードゲームなんてある？ありますよ、あります。つまんなそう、うん、あのまあまあ、あれです、一回やれば十分です。イタルさんからコメントが来てる。最近の多めのユーロゲームは世界設定がルール理解の助けにほとんどなってない。まあなってないですね。はい、その通りですね。あのこれは現実ではほにゃららのことですみたいな、余計なんか分かりづらくなってるみたいな、うん、そうですね。なんか昨日か一昨日もなんかあのちょっとツイートに流れてきたの見たんですけど、ラセルダのゲームが、はいはいはい、あ誰かのツイートで、なんでみんなラセルダ好きなの？ね。ラセルダのゲームはテーマと、うん、あのテーマなんかシステムに対して必ずそのテーマ的な説明がなされているって言ってるけど、それ違うじゃんって、うん、それはあれはテーマをシステムに寄せて無理やり魔改造してるだけじゃんっていうふうに思うので、煩雑なだけなんですよ。
そのワイナリーのゲームのあんなになんかマス目だらけにしてお前は一体何のつもりだ。いやまだあれはまだマシな方かな。このフレーバーからこのフレーバーに変わってそれがいいかっていうのがよく分かんない例が、うん、あのランドルフのウミガメの、はいはい、あれはよく分かんない。あれはもともとなんかクッキーのやつなんでしたっけ。そうです、冷たい料理の温め、まあ冷たいゲームの熱い戦いは一体あれは何が冷たい料理何が熱い戦いなのか。ただぐるぐる回ってるだけじゃないか、うん、そう、まあ、あのやっぱり亀にした方が映えがす、映えるんですよね、うんうん、写真映えして写真撮りたくなって売れるかなって、うん、まあ、カメラギリギリ、まあ、なんていうかこの親ガメ子ガメの関係が分からんではないという、元のよりはいい、冷たいよりは本当に関係性がゼロと言っても過言ではない。帰っても分かりにくい、うん、でも俺は伊勢海老が食いたかったんですよ。伊勢海老がカメになってなんかちょっと単調な感じがしたんですよ、はいはいはい、あれを見て写真で飯が食いたかったなと思いました。映えない、そう映えない、逆に亀映えねえなと思いました。まあそれはいいとして、あのクリスチアのなんだっけ、ラッツィアだっけ、はいはい、ああ それ今その話が出てる。いやだって今このラッツィアとラーの話って今多分これ5回ぐらい出てますあれラッツィアがラーなんでしたっけ。そうそうそうです、そうです、ラーがのリメイクがラッツィアです、ね、ラーでいいじゃん、うん、いいですよ。困ったことにラッツィアって違うゲームもあるからな、うん、あ、そうなんですか、あのドーラのラッツィアですね、どっちかって言ったら僕はドーラのラッツィアの方がラッツィアとしては、ね、ラッツィアって出てますからね、ラッツィアは、はい、あれはラッツィアである意味があると思う。まあまあ、そうですね、フレーバーの話だと、あの、なんだっけ、この前ちょっと某所で、うん、あの、イスラムボードゲームってあるじゃないですか、なんだっけ、イスラムボードゲーム、あのハッサンの中野さんが作ってるやつ、そうそうそう、はいはい、あれがどうなんですか、あれは俺やってないからわからない出てない、ね、やってないからわ出てるんですか。クラウドファンディングで100万ぐらい集まって出てますよ、出てます、あるんだけど、システムがなんかよくあるワーカープレイスメントしか見なくて、はい、うん、まあそうでしょうね、きっと、はい、あのきっと見た目以上のものはないですよ、よくあるワーカープレイスメントで、はい、ちょっとやるとイスラムっぽいイベントが出てくるから、はい、要はイスラム Q&A の本でいいじゃんってこと、うん、キックそんなんばっかりじゃん、もうだから要はせっかくなんかイスラムっぽいフレーバーですってイスラムやればイスラム教のカリフ性が理解できますっていう風に触れ込みなんだけど、はい、普通に本読んだ方が早いんじゃねみたいな、はい、それは本読んだ方が早いですあのそれにあのそれについての素晴らしい例がこの2つ後の記事で出てきます、はい、でなんかねちょっとあのこの記事だけ先に発しちゃいますね、はいはい、この記事、メカニクスメタファーは相互に補完する、一方で行き詰まった他方から解決の糸口を得られる、片方をもう片方に合うよう変更してもよいが常に調和することが重要だ、まあ、そうですよね、そうです。物語はそのゲームに何が期待できるかをプレイヤーに伝えるものである、メタファーであるメカニクスであるゲームに合わなければ削除すべきだ、2つを適切に設置させることでゲームの楽しさが生み出される、あの結論だけ読むと当たり前なんですけど、ちょっとあの思ったのは実際にやってみるのは割と難しいくて、特に削除するっていうのが思い切りがつかないんですよ、いっぺん思いついたものを消すっていうのがやっぱり特にゲームだとあの難しいというか やりたくないみたいなところがあって、あ消せます、あそれは素晴らしい、できるとそれはすごくいいと思うんですけど、なんかちょっとその特にフレーバーがついて、自分はその割とテーマを、うん、あの早めに決めてテーマの方から作るっていうパターン多いんで、うん、そテーマの方から作ってると、これはなんかこの歴史的な要素だから削りたくないみたいなことがあるんですよ、それをなんかバッサリ落とす決断っていうのは結構しにくいから、うん、実践的に頭に置いとくのは割と難しいことで、うん、だから当たり前な記事なんですけど結構実用性は高いなっていう気がしました。意外と強い主張ですよねこれは、うん、まあ、そうしないという人もいっぱいいると思う、あるんだけど、うん、結局まあこれが理想論でまあそんな感じでぐらいの感じで実際はあるから、うん、そうですね、そうですね、はい、それはやっぱりゲームによってこう振れ幅がこうだったりこうだったりっていうことですね、うん、はい、これは30分でここまでして表現できたら満足だろう、本当にこれはアメリカ的な合理主義という、そうですね、プラグマティズムっていうのは、ね、うん、だからコボルトの RP デザインでさ、日本のこうマニュアルでは絶対出てこない章があって、はい、複数でゲームデザイナーをゲームデザインするときに、はいはい、こう仕切り屋がいて、はい、そいつがダメだったら容赦なく切れって書いてあるじゃないですか、すごい、容赦なく追放しろって書いてある、うん、あの
デジタルゲームの作り方の本も別の本であるんですけど、それにも書いてあります、うんうん、アメリカの方より書き手が違う、うん、だからに日本では絶対出てこない。そうですね、うん、そうそう、ちょうどねその話次です。じゃあそこ行きますか。そのままマイク責任官のあの、はい、ところにそれは誰のゲームだっていうので、これパート1の最後です。でこれがまさにその共同作業なんかを、うんうんうん、ネットに置く話です。でなんでかっていうと、セリンカーの作品が共同作業共作ばっかりだからだと思います。で代表作が俺どれもやったことないんですが、ローズ・オブ・ベガスと、はい、グロリア・ムンディ、これがアーネストの共作で、はい、キーナルゴっていうフィルムやったようなやってないようなすごいぼんやりとしたなんか位置にそういる作品しかないですね。キーシリーズなんですか。いやだからキーシリーズじゃないですよ。そうそうそう、いやだからこれキーナルゴはそのキーシリーズってこうなんていうかなんつうでしょう、ね、全然違うじゃないことを前提にキーシリーズって呼ばれる作品なんですギャグでキーシリーズって呼ばれてるんですね。そう、キーフラワー系ではないですね。海潜って財宝取る、キーラルゴはこれやってると思うんですよね、多分。ちょっと古い作品ですもんね、そこそこ。いや、あるじゃないですか。結構別に普通に。と思います、多分、うんうん。面白そうなんですけどね。うち持ってますよ、多分。そうです、マイク・セリンカーの D&D サードの、うん、挑戦の書っていうのは持ってる、うん、罠がダンジョンの罠が載ってる本。すごいですね、さすがさすがアメリカは違うわ。いやでもね、うん、ぶっちゃけあんまり面白くない作家性みたいなものがで、ちょっとねセリンカードはね悪くないんだけど、悪くないんだけど、あの激推ししたいほどではない。すごい、なるほどね。だからちょっと使ったけど、うん、すごい使い込んだり最後まで覚えてるってあれじゃなくて、はいはいはい、僕も悪くもね、うん、悪がない。まあそれはまあそれはそれでいいんじゃないですか。だから本当に共作って感じ、うん、作家性をそんなに前に出さない、うん、あそんな感じはしますね。なんかその文章を読んでるとすごくそういう感じがしました、うんうんうん、確かに、はい、でさっき言った、はい、追い出せ式のあれではないのね。そう、あなるほどなるほど、はい、追い出せっていうよりこうあの相手を立てろみたいな雰囲気みたいですね、うん、ここ文章は、うん、で何ですかね、そのなん割とこう相手を立てたりチームに感謝したりしようみたいな感じの文体で言って、ちょっとそのお説教っぽい文体なんですけども、実際に言ってることっていうのはプロジェクト管理の観点からゲーム制作の工程とかをそれに関わる人たちっていうのその、あの関係者がどういう人たちがいるのかっていうのをいろんなパターンを分析してるというだけです。割と見た目よりは教科書的な内容をきちんとやってます。でそれが、見出した共同デザイナーデベロッパー出版社裏めくっていただいて、権利者デザイナーで、あとは全ての関係者っていうのは、まあ、最後にシャリスケルですね、構成者権利者入ってくるとなんか権利者、はい、そうなんですよアメリカですね、はい、これさっきのあのじゃあその権利者っていうのがちょっと面白いんですよ。ここ面白いんですよ。あの権利者のところ先にめくってください。2ページ目いきます。カトリック教会公認のゲームメリットザカトリックゲームっていうのが、1962年に出版されたっていうらしいんですよ。で実際に具体的めちゃくちゃ具体的にそのカトリックの内容が教義の内容が分かるよっていうゲームなんですけど、その同じ年から第二バチカン公会議65年までに開かれたことで競技の内容っていうか名前とかがたくさん変更されかかったせいでこれが使えなくなった面白い悲しい話が。ちなみに第二バチカン公会議ってなんか検索したらこのサイトが出てくる、うん、あの教会の女子パウロ会のサイトが出てきたんでリンク貼ってきました、書いてきました、うん、それがそういう風にあんまりこう寄せすぎると出せなくなっちゃうっていう、うん前なんかこのしばらく前にもどこだったかな、カトリックプロテスタントかプロテスタントかルター生誕、はい、何百年の時にゲームが出て、はい、それがなんかちゃんと競技に沿ってるっていうことで内容で作ってましたけど、やっぱりそんなに売れたという話も聞かない。これさあの公会議に合わせて改定したらいいんじゃないの、ね、そうはいかない多分その前あの在庫が山ほど余ってたんだと思いますちょうどぴったりのタイミングでそうなっちゃったんでしょ。一旦戻りますから、はい、で戻るというのは1ページ目の1ページ目に戻ります。で共同デザイナーっていうところで、まあ、あのなんかね本当にそのいろんなタイプの共同デザインがあったりその共同作業者がいたりっていうのをいろんな例を挙げて説明しているので、こんな作業形態もあるよっていうことを参考にしたいみたいな感じだと思ってますこの記事は。ですからこれで特に共同デザイナーのところなんかは
元ブルーノ・フェルッティに親しい6人から広がるつながりというチャートを例にとって、はい、まあ、いろんな作品があるよって言ってて、うん、元チャートの、ボードゲームギークじゃなくてボワードゲームギークスっていうなんかブログにこのチャートの元の図が載ってます。これ本にも載ってますし、このその本の URL 引っ張ってきてるだけです。ここの URL よかったら見てみてください。結構でかい図で面白いです、うん。あ、これかイメージ的にやっぱりフェルッティとなんか親しい人ってカタラのイメージですよ。そうですね、カタラですね。フェルッティって操り人形だ。そうですそうです、うん、あのフレーバーをつけるのがまあうまいというかまあ好きという人ですね。そうですね、フェルッティのゲームはまあ操り人形とババンクだけやってるんじゃないかな。そうですね、あ、批評家としてのフェルッティは非常にいいですね。非常に、うん、優れた記事がすごくいいですよね。なぜ自分のゲームにあの目を適用できないのかっていつも考えババンク面白いです。いや、ババンクと操り人形はいいゲームですよ。操り人形もあの4人までやるにはいいゲームだと思います。ミッションレッドプラネットもまあまあです、まあまあ、ミッションレッドプラネットはまあまあ、うん、悪くはない、うん、あのあれはでもやっぱりカタラが仕事してると思います。それはカタラっぽいゲームですよ、どっちかっていうと。でもカタラだけで作るとなんかアブストラクトっぽくなっちゃうから、あれは共作だ、まあ、それはいいことなんですよね。でその共作とかなんかデベロップがすごく多いとかっていうのもやっぱりアメリカっぽい発想だなと思いますよね、この辺は。でデベロッパーの分、まあ、アメリカ的な発想だよね、はい、そうです、そう思います、すごく。あのこの方の他のところにも出てくるんですけど、デベロッパー次のデベロッパーチームのところなんかで、デベロッパーチームがあの君のゲームをぐちゃぐちゃにしようとしているぞっていうであのなんかその同僚から垂れ込みがあって、よしって言って駆け込んでいったら、あのなんだっけ、戦略性寄りのゲームがなんかあのパーティー寄りのゲームになってて、うん、ああ悪くないじゃんって言う、悪くねえじゃんと思って、じゃあ両方出したいって言って、うん、両方作り出したっていうエピソードが載ってました。で右に書いてます、よく似ているけれど遊び方は随分異なる2つのゲームができてしまったんだ。僕たちは争いなどせず素晴らしく紳士的な解決策を思いついた。つまり1つのボックスに2つのゲームを入れてしまうのだ。まあまあ、まあ、そう、止めは止めないよ。そう、成功するかな、それ。そう、それが売れるかはまた、売れるとは言ってないですよ。なくはないですよね、こういうゲーム。確かに、うんうん、どうですか、ジェリカフェがセブンとか出してますよね、うん、あんな感じですよね。でデベロッパーの話でいうと、あとマジックのチーム体制っていうのが結構詳細に書かれてて、これは面白かったですね、うん、デザインチームから一回デザインを決めたらデベロップメントチームに渡されると、でそのチームがなんか5人ぐらいの体制、5人体制、最大5人体制で、そうですね、エキスパンションごとに、うん、あのチーム変えて、すごいですよね、で2つのラインがある程度動いてるみたいな感じと、あ、そのエキスパンション2つ、うん、あの2つのエキスパンション、そうそうそう、次のエキスパンション、うん、次の次のエキスパンション、こうしてこうしてこうしてっていう感じで、うまいですよね。基本的にそういうのは RPG 会社ともよくある SNE さんとかも、うんうんうん、そういうふうになんとかチームなんとかチーム、やっぱり企業じゃないとやりにくいというところで、うん、そうですね、ある程度の規模がないとやる意味がないというか、うんうん、でそのでそれはすごくなんかその SNE さんの例なんかすごくいいなと思うんですよね。でこういう体制は大事だし、で企業と一緒に仕事をするときなんかが機会がもし来たら、やっぱりこういうことを知っておくことっていうのは無駄じゃないです、というかすごく有益ですよね。で、まあ、今作ってるあのボードゲームを日本で作ってるあのパブリッシャーっていうのはこういうのがまだほとんどないんじゃないでしょうか、ね、それはそういうのがないから、デベロッパーがいないからやっぱり日本のゲームゾーダー出てこない。ニューゲームゾーダーってそんな複数のラインなんか作る意味のあることも規模じゃないですよ。これとかだとデザインチームがもうすごい発想を飛ばして、うん、でデベロッパーチームがそれは無理それは無理みたいなところで折り合いつけてっていうところがあるから、まあ要はアクセルとブレーキ両方あって、はいはい、ブレーキあるからアクセルとブレーキとかいうのがあるよねぐらいの。ゲームゾーダーに複数のラインがあるから、それは複数の社員が勝手にやってるわけですよ。ラインではないけど、ラインに見えるからいいの、うん、そうね、でもなんか MDG だからできるような気もする、うん、そうですね、うん、あの製品規模だからっていうこともあると思います、っていうのもあるし、ゲームのシステムとしてもこういうのを受け入れるような、ね、だからコアがあって、コアとデータがあってみたいな、そういうスタイルのゲームだから、うん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 、そうとはあのもう一つの例として上がってるのは、その丘の裏切り者の館っていうやつですね。あ、まあ、あのゲームはそうですね、あのチームで作んないとぐちゃぐちゃになりそうな感じは、あ、そうなんですね、イタルさんが某国産ゲームがこれのパクリだって言って怒ってたやつじゃなかった、怒ってたんですか。でもベトレーロンのヒルパクれるなら大したもんじゃないですか。
いや、そういう話ではない。多分そんなレベルのパクリではないですよ。もっと多分違うかと。もっとなんか露骨なあれだと思うんですよ。別にまあいいんじゃないですか。ホラーという側が似てるっていう。ベトレはまあホラーだけど、別にそういう意味でのホラー、まあそういう意味でのホラーはもともとボードゲームでは無理だと思うんですけど。まあ見えちゃってる。そうですね。見えちゃってるし考えちゃってるから、ダメですね。あ、そうですね。その段階になんかこう没入感っていうのがどっかなくなってますね。別に怖くはないですからね、やっぱりそういう意味では。ホラーゲームやる人、なんか作ってる人が知り合いにいるんであれですけど、考えさせちゃダメみたいな、そういうのが。コンピューターゲームでいうとバイオハザードの方がなんていうか、あまりにもアクションゲームとして面白くて難しいので、ほいへいバチコイモードになるみたいな、そういうやつ。そういうゲームではないよね。なんかそう強すぎちゃうと、普通の RPG も怖くないもんね、やってて分かっちゃってるから、ある意味やっぱりそのあんまりそのユーロゲーボードゲーム、特にユーロゲームはそういうなんかあのフレーバーというかテーマに、テーマに振る分野でもないっすなって気がしますね。特にホラーはあのやりづらい分野でしょうね、ボードゲームにとっては。ちなみにこの、このデイはあのベトレール・アット・ハウス・オン・ザ・ヒルは、一回出した後に何回も別の会社でデベロップをかけて、その過程でデベロップをかけてるみたいなことを言ってるので、これもなんかなかなか素人には関係ない話だと思うんですけどね。まあそういう例もあるっていうことで、またネタベトレイヤルみたいな、そういう言い方がありますよね。その時にまあ作り変えられることに対してなんかこう寛容であるっていうこと、どれをひどく取ることが大事だっていうことで出てます。次の出版社っていうところで、まあ、各出版社に合うゲームを見極めることっていうのも当たり前だけど、結構これも難しいというか贅沢ですよね、そもそも。まあ、出版社に合うゲームって、でもどうだろうな、これメベアでしょ、例に出してる、あんまり良くないんじゃないかな、メベアなんか何も考えてないですよ。正直なんだっけ、僕が出たやつ、トークドリーズゲームショップ、出た時は正直寄せましたよ。ああ、はいはい、いや、まあまあそういうのはね、多分寄せだとは思う。何寄せたの？なんか賞が欲しがりそうな、だからこっちからもう検討対策をしたって。そうそうそう、まあ、あのカタログ読んで、この辺で勝負みたいな感じで、はいはい、それはしますよね。はい、SNS さんも今あのゲーム応募してて、あのサメのゲーム応募してて、やっぱそれあれきついですよね。難しいっす。きついっていうか、なんで全部カード使わないといけないんだよ。ああ、カード指定なんですね、あれ。いや、まあ話を戻すと、出版社に寄せるで、例えばその出版社がファランクスだったら全然わかるんですよね。ファランクスに出して向けて出すんだったら、それはまあそういう風に寄せるでしょうみたいな、はい、でもそれってその出版社が欲しがるのは現在彼らが出版してない作品になってちょっと違うくないみたいな、なんかね、そうなんですね。寄せるっていうのは出しているものに寄せるってことなので、大変そうすいません。もちろん完全にかぶっちゃダメなんだけど、そう、まあ、だからむしろこの例で引っ張ってる方のユーロの製造会社は過剰なのを持ち込まない、これがそのこれ自体として妥当かどうかちょっと置いとくとして、で一方アメリカの会社はダイスは大好きだって書いてるところの含意に近いんじゃないですか、ね、そうです、そうですね。あの1文目の方はこの右のニュアンスが近いです。で、出版社が欲しがるのは今出してないっていうのは、ファントリーフライトがなんかでかいゲームばっかり出してたのに突然小さいゲーム出したっていう話をね言っとってて、それがまあ、 あの今までこうでかいゲームばっかりだったのに突然小さいゲーム出したって言ってるけど、まあそれはでかいゲームばっかり出しても採算が取れるわけじゃないから、みんながそれを買うわけじゃないから、だったらそのちっちゃいゲームを出すことによってラインナップを対応していくっていうニーズはあるみたいなことは言ってます。それはそうかもしれないですけど、はい、そうだけどある程度やってたらもう大体その傾向ぐらいは、はい、はい、次のじゃあ権利者のとこ行きましょうか、はい、カトリックの話がありました。あとはディズニーやマーベルのゲームを作った経験から言うと、権利者ゲームシステムについては口出ししながら、テーマとの合致については気にしてる、スパイダーマンがそうやろう、スパイダーマンがやろうとしないことをやらせたらすぐ脳が入るよとか、これはそうです、ね、その通りですよね。その努力を100分の1でいいから多分システムの面白さに口出しをしてほしいですけど、そういやそれでも困りますよ。まああんまりやってもねって感じですけど、でもそう、正直チェックは確かに、面白いかどうかのユーザーテストぐらいはしてくれるみたいなですね。
とは、ゲームとブランドが矛盾するせいでゲームが悪い方に変わってしまうこともある、はいはい、まあ、こっちの方がもうより問題だって言って、例えばそのスポーツのゲームかということで、はい、アメフトのゲームの誘いが来たんだけど、はいはいはい、自分はちょっとそれを作れる自信がなかったっていうふうに言ってますね。まあ、ね、難しいですね、これは、うん、それはそうだろう、難しいだろうなと思いますね。まあどうしても作れないテーマっていうのはありますよね。そうだね、うん、例えばスポーツ興味ない人野球のゲームを作れみたいな、うん、でも興味があったら作るか、作れなくはないんだろうけど、でもやっぱり興味ないと作れないですよね。2人同時に動くとかいう動きがやっぱり重要になってきたりするし、うん、なんかそういう表現をすることはできないと思うんですね、うん、いやデジタルゲームのさ、バントでホームランするファミコン知ってますけど、まあ、しょうがないですよ、しょうがないです、それはセバントでホームランできるからつまらないわけじゃないんですよ、あれは、うん、あれは面白いから、ね、それはそれは全然許せるやつ、うん、経理者があのテーマのに口出すのは、まあ、そうだろうなと思う。そうですね、それは当然ですよね。それはそうだろうって当然の権利ですよ、うん、システムには口出せないってのはシステムまで分かんないから、いやだからそう、そうシステムに口を出さないのがむしろ問題なのであって、うんうんうん、はい、まあ、この側でいいのかっていうのはたくさんありますね、ゲームでね、数え切れないことあるから、うんうん、あとちょっとコメディジつけて書いてあるんですけど、ロゴが入るほどゲームが悪くなるっていうふうに書いてて、うんうんうん、そのなんだっけ、よく僕は言うんだけど、僕のゲームがレースカーのようになるまで満足しないよって書いてあるんですけど、これレースカーのようになるまでは我慢はしないよっていう、レースカーのようになるまで満足しないよって言ってるのは誰でしたっけ、これセリンカーが言ってるんですよ、うんうん、セリンカーが僕はよくこういうことを言うっていう文脈で言ってるんですけど、これ満足しないっていう、ロゴたくさん入れろって言ってるんですけど、なんだろうな、なんか多分逆説、これがそのままなんですれば逆説的に言ってるんだと思うんですけど、そう、この語訳じゃなければ皮肉で言ってるんだし、そうですね、レースカーのようっていうのはどういうレースカー、レーシングカーってロゴめちゃめちゃ入ってるんですよ、ベタベタベタ、スポンサーがそのだから貼るロゴの話ですよ、これ、あ、スポンサーのってことですか、だから大量のスポンサーを集めてよ、まあ、集めてるよみたいなことを言ってるんだけど、ベタベタになるわけ、はい、だからまあ実際ここでそのセリンカーが言ってるのは、そういうスポンサーを1個集めるごとにゲームとしての質は下がっていくってことを言ってるので、まあ自由度が減るからね、うん、ってことですね、うん、それはよくわかる、うん、確かにね、そう、でもそんな複数のスポンサーがつくゲームってそんなにあるかっていうと、まあコンピューターゲームだと多少ありますけど、というかむしろむちゃくちゃコンピューターゲームだとはあるけど、権利関係のあるゲームだと確かにね、ね、そうよね、ゲームだとむしろそうな、一変そうなってほしいぐらいですよね。でそういう風にデザイナーには一貫した個性があります。例えば俺だったら政治のゲームを突然1週間で作るとかね、うんうんうん、そういう個性があります。個性があるあります、はい、森友のゲームとか出したことあります、そう、そこそれが制限になることもあるが同時にビジネスに役立つこともある、うんうん、で例えばその、作風があるとかですよね、はいはい、カタラにはカタラの、カタラなんかどの割とパズルチックなのがカタルだとか、最近の上はパズルアゼリとか、うんうん、ワーカープレスメントでカードが雑だとか、うん、いろいろあるんですけど合作によりファン層を広く取れるケースもある、合作によってファン層をより広く取ることができるというケースもある、うんうん、そのなんだあんまりパッと思いつかないんだけど、まあ、コロビニとシャルティだったらそう、コロビニのそのアブストラクトっぽいところとフェルティのふわっとしたところ、うん、そうですね、やはりデザイナー個人の個性が固定ファンを獲得するタスクになるケースもある、うん、それも個性のために自らの創造性を制限してはいい、たとえ君の名前がボックスに記されなくてもファンはそれに気づいてくれる、それでいい、個性のために自らの創造性を制限してはいけない、ただそれを身につけるだけだって書いてあって、ちょっと文章の意味がよくわかんないんですよ、うん、個性のために自らの創造性を制限してはいけない、ただそれを身につけるだけだ、うん、ただそれを身につけるだけだっていうのはよくわからない、わかんないですよね、そこはわからない、個性のために何を、創造性を、ああなんかわからんではないけど多分そのなんか個性をそうつけようって、うん、いや個性はなんか自然と出てくるんだよっていうことを言ってるんだと思うんですよ、まあ、それ以外の、はい、そう、だから雑念じゃなくて個性を個性として発揮しろと、うん、個性はその、まあ 出るものであって出すものではないみたいなことだった、まあまあ、ね、ああはいはい、それぐらいだったら全然ある、うん、だから合作だの権利者がいるだの言っても個性はやっぱり出ちゃうよ、出ちゃうよ、そうですね、そうです、はい、だから気にすることはないんじゃない、はい、っていうかその、そういう意味でそれはあなたの間違いなくあなたのゲームだよっていう、だから変に半径もので
自己主張が強いと、はい、かえってこ壊れることがあるんですよ。はい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 、そうですね。むしろ関係者にちゃんと原作を再現しようとした方が作家性出るってことがあるわけ、うんうんうん、そうですね、どこ取るか、ね、そうですね、うん、その切り口が選手に出るわけです。で最後に全ての関係者って言って、まあ、あの本当にそのデザインとかデベロップメント影響を受けたゲーム先行作もそうだし、編集、テーマ監修、イラストレーション、制作会社などなど、うん、でゲームはデザイナーのものであると同時に全ての協力者のものでもあるということで、右にその、うん、クレジットつけろよ、はい、クレジットつけろよ、うん、つけろよっていうことを書いてます。影響を受けたゲームまで書くのかね、この人は書くって言ってますね。いや一応デザイナーズノートで、あーデザイナーズノート、まあ、RPG では基本的に参考文献を上げるのが多いっちゃ多い、うん、まあ上げてほしいなと思いますね、まあ、そうですね、あ編集とかテーマ監修とか、まあ、どっちかっていうとそのなんていうのかな、作った人からの要請だと思うんですけど、影響を受けたゲームはそういうのとは別の意味で書いてほしいなっていう、最後にこれ3ページ目ザクってやっちゃっていいですか、はいはい、すぐ終わり、これはすぐ終わります、はい、アンドリュー・ルーニーってあのフラックスの作者の私のゲームの作り方って言って、はいはい、でタイトルがそもそも怪しいと思っていて、というのは約分の1人称がコラム内で一致していません。おなるほど、はい、最初の3ページが私で、多分そこで翻訳者がさんがあのその日の作業を終えて次の日の作業を終えて僕だったんですね。変わったんじゃないですか、ん役者が役する人が下役が、あ下役が、いやでも下役使ったらこういうのは直すでしょ多分、多分やっぱりその本人が本人だからですよ、こういうのが直んないのはむしろ多分、うん、で構成が入ってないからだと思う、うん、で下役がめちゃくちゃひどくて直すのがずれる、いやだからそれだと頭から後ろまでちゃんとその気づいて、あのむしろあこれ直さなきゃってなるから、この3ページだけっていうのは多分これは本人がやったからじゃないかなだと思います、うんうん、なんか自分の作業してる感じだとそうそう、うん、こういうことは あります、あります、そうあります、構成で直せよっていうのはともかく、はい、だからまあ本当は僕のゲームの作り方だと思うんですよ、はいはい、この文章はどっちかというとその僕のタイトルが私なのかそうタイトルが私でだけど、はい、3ページ目から途中から僕になってるんですよ、まあ、ずっとムービーのキャラだったら僕の方が今どう思います、この文章のこの文章のキャラで、うん、あのテンションなトーンになったら僕の方がいいと思います、うん、この文章はという、まあ、あのちょっと読むときに影響はあるので、うん、はい、でゲームデザインの各過程ということで、あのとにかく列挙しまくっています、うん、でその列挙していることっていうのはすごくあの実用よりというか本当に教科書的な意味で列挙しているので、うん、はい、あのそれ各内容について特に言うことそれほど言うことはありません。アンドリュー・ルーニーはこんなに真面目に考えたとは思わないですね。でそのあのこういう映画載ってるんですけど、うん、こういう映画載ってるんですけど、そのフラックスの作者とは思えないくらいきちんと、うん、まさかアンドリュー・ルーニーがテストプレイってことを知ってると思う。そうなんですよ。いやまああれはあれでまあテストは知ってると思う。うん、いやその特に内部サークルのテストプレイについて、うん、でテストプレイこのテストプレイは全員僕がフラックスで鍛え上げたって言ってますから。うん、フラックスで鍛え上げたのそれなんか完全頭がおかしい。そうだそうだからみんな頭おかしいから大丈夫って言ってます。フラックスってあのどこでも売ってるあのフラックス。そうですそうですどこでも売ってる。いや全然やったことあるけど全然覚えてない、はい、いや、まあ、覚えておくほどのゲームじゃないからないです、はい、大体覚えてないでしょ、なんかつまんなかったなってことしか覚えてない、でこれのあのこの辺はまさに何て言うんですか、あの我々の日本の同人ゲーム界隈で散々語られてきたことでもあるんだな、つまんない話なんですけど、10年前にこのネタってこれがあったらすごく役に立ったと思います、うんうん、ゲーム作りたい人にすごい役に立つ、ね、うん、そうです。ただこのネタは今はもうあのだいぶ何て言うか縮小気味です、うん、あ今では、はいはいこれね、はい、であのピックアップして順番に項目読んでいきます。テーマ選考 VS システム選考、これさっきもありましたから、はい、まあ、はい、その通りです。カードゲーム VS ボードゲーム、これはまあコンポーネントの問題ですもっぱらという話をしてます。そうですね、値段とか、はい、でそれが次あと次のそうですね実現化のチェック、大量生産が可能かどうかということですね、はいはい、観点です、うん、こういう観点からもカードゲームボードゲームって話が出てくると思います、うん、大量生産っていうのは具体的にはじゃあだから量産可能かどうかって、それこそミニチュアの存在が前提になってるゲームとかはちょっと厳しいとかあるから、例えば、うん、でもっと1000個以上とか巨大なコンポーネントが、ね、とかはもっと厳しいですよね、うん、カードゲームで500枚とかやったらちょっとかかるよねとか、あとなんか精密機器が中に入ってるとか、そういうのは厳しい、そういうのダメですね、はい、なんか木でもすごく凝ってる
あの装飾とかね、そういうのはやっぱり同時にで一点物とかじゃない厳しいかったりしますね。ゲームズオーダーはあの売れたカルチャスですか。そう、まあ、でもあれぐらいは量産しようと思ったらできるわけですけど、うん、まあまあでも例えばそういう観点です、うん。で次デザインメモ、まあこれもメモを書くだけでっていうことですね、はい、ただ割とあの皆さんメモを詳細に書くということは意外としないそうなので、まあ詳細に考えないか、うん、そう、なんか書く人とあのルールを箇条書きで書くだけっていう人が結構いるみたい。私は講習だ。そうです、一応の方が速さ重視であるから、要は評価したくないから書いてるとか、こうやって書いて、まあ捨てるつもりで書いて、うん、拾うやつは拾うみたいな感じで、うんうん、まあ、よあの頭の中でやだけでこねくり回すなっていうことだと思います。それは無理だよね、うん、無理です。でもあの初心者というか、まあ、よくやりがちです。こういうゲームできたらいいなとかいう感じで書かない人は多いと思います。から、客を知るって言って、そのターゲットユーザーのことなんですけど、あのルーニーは対象とする客の中で最も重要なのは僕自身だって言ってて、自分の好きなもんじゃないとを作んないとこの業界はやっていけないみたいなことを言ってて、それはなんかすごく共感しました。逆に言ってあれですね、自分でさえつまらないもん売れるわけないよねっていうのは。でもなんか自分でそんなに好きじゃねえんだけど売れ筋だからやるみたいなのはある気がするんですよね。なくはないけど、ね、うん、ゲームである以上なんかこう、こういう価値観でこういうので勝つ人ってすごいよねみたいな価値観はあって、そこに合わせるみたいな感じでどうしてもなるから、うんうん、そんなになんだろう、熱中できるゲームの数って実はそんなに多くないと思う、価値観の数っていうと。同人ゲームだと本当に好きなことやればいいのにそうしないっていう例が結構ある気がします。あります、ね、あります、たくさんあります、ね、はい、その非常に多いです。やめりゃいいのにと思うけど、同人っていうよりはなんかなんだろう、インディーズというよりはなんか商業わなびみたいな、パブリッシャーなんでしょうね、うん、まあ、商業わなびっていうのが近いかもしれない、うん。でも両方ありますよ。インディーズでもなんか自分の作りたいもの、はい、それ作りたいものじゃなくてただ現場に出たいだけで作ったという行為をしたいだけじゃないんですけど、まあ、それはまあお好きにという感じです、うん、なんかもうそうです。将棋はまだきついのに下があるじゃない、うん、まあなんか楽しんであれば、まあ、あのそれは良いことですね。朝が伝わってこないみたいな、それはまだね、うん、あるわけです。あとなんか売るなんかね、売ることしか考えてないやつとかもやっぱりあります。それはいますね。それはなんか最近そういうのは、あの最近そう最近は俺が今年なんか今年あんま機嫌が良くないのは多分そういうのをたくさん見てるからです。変な立て感を作ったりするやつ。まあまた一つの例ではある。あれはでも作りたくて作ってんじゃないですか。まあ、まあ、作りたくて作ってんじゃないですか。はい、俺はあのゲームが隠なんかちゃんと隠れて売られてたらいいじゃんと思うんですよ、はい、嫌いだとは言ってない。それを出してんのが切れる、出してることに切れるだけです。それはいいとして。ただ試作品テストキット、これはもうあの非常に具体的な作り方が書いてあります、うん、1枚の紙に 9枚のカードを作るみたいなことが書いてあります、はい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 。でルールライティング、ルールはソフトウェアのソースコードに似て、あのこの人の本職がなんかプログラマーだそうで、書くことでデザインの穴を見つけられると、これも非常にあると思います。でテストキット、ルールっていう順に作るっていうふうに言ってるんですけど、自分はあのルールを先に書いてそっからテストキットを起こすんで、これちょっと新鮮でした。でも世の人はテストキット、ルールの順の方が多いみたいです。テストキット、ルール、テストキットってルールがあのむちゃくちゃ綺麗なルール、うんうん、自分もそう書くんですよ。あの最初から割とこのまま出してもいいみたいな文体で書くんですよ。うちはルールは多分最後まで書かない。そう、普通の人はそう、普通の人はそう、なんでいじりたくない。大体メモで箇条書きとかにルール書いて、でテストキット作ってやってみて、ルール型の最後ないやつ。そう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 、そう、そこはね、あの俺は割と文章を書くことには苦痛を感じないので。あ、いや苦痛なわけじゃないんだけど、普通って私あのなんか一回書いちゃうとそこに、うん、なんか宣伝されるというか縛られるんですよ。ルール削れなくなるから。いや、0、4か、何の0、だから俺削れないのかな、何言ってないですよ。うちなんかやりたいことだけ書いて、あと何も書かない。アナログミュージアムはカタログの2号なんか前見せた立体ですね、立体のカタログだったら持ってますけど、あの平面と立体の間で、要は立体にすると空間が難しくなるじゃん、2号とかでも。その平面をたくさんあるっていうのがまだ可能性あるよねっていうあのお題が僕の中にあって、それの一個として出してるから、そこあればいいやみたいな感じで、それ以外は何もメモ書いてないです。
なるほどね。それはそれでいいのかもしれないな、はい、その、うん、メモで。うちのメモはゲームごとにあるんじゃなくて、なんか お題があって、お題ごとにもう全部フォルダでガーってメモが、はいはい、うん、あの10個とかガーってあるんで、うん、ほとんどボツみたいな感じで。そう、ほとんどボツね。それはそうですね。そう。そうまあ、あの書くことでデザインの穴を見つけるから早めにやっとくといいよみたいなことですね。 それから、次のスイートスポットっていうのは自分のゲームが完璧に機能した時の最高に幸せな瞬間。これは非常によくわかります。作ってるとこれがない、これここだけが楽しいです。ルール書いてあいけるって思った時とかはすごく楽しいです。なるほど。それ以外はほとんど苦痛です。制作はいや、ここはすごい大事で、あといらないところ削らないといけないから結局、うん、最初の一旦削るとか、そうですね、中だるみのとこ削るとか、うんうんうん、でそれ削った時もあやったっていうような、その達成感ですよね、うん、その達成感 がだけがやっぱり制作で楽しいと思います、でそれで批判を受けた時はその、1個飛ばしてそれをテストプレイでできるだけ異なるプレイヤータイプのプレイテストしろって言ってて、うん、この3分類は結構なんていうか実用的に妥当だと思います。内部サークル、外部サークル、無作為の他人とルールブックって、うん、最後のやつのルールブックっていうのはあのデザイナーが説明せずにルールだけポンと渡して、そうです、他人にそのキットだけ渡して無言でやらせろっていうことですね。これはもうやります。買った最初はね、ポンともらった時にできるかどうかって。そうです、そうです、うん、っていうルールブックの作る、あ、そうです、それ、うん、それも話はちょっと、そうです、でもそれも言ってます、うん、それはあのルールブックの方に焦点が当たってるんだけど、まあそれはある意味ではデベロップメントの一環なので、そう、ややこしいルールがあったらもうじゃあ思い切ってずるかはあるから、そうです、うん、それルールが誤解されてるとかもあるから、うん、ありますね、そう、でどこが誤解されやすいか、それはルールブックのどこがいけないからかっていうのを検証できる、そうですね、はい。でそれがルールブックのせいかもしれないし、ルール自体のせいかもしれないし、ね、そうですね、もっともプレイヤーの理解力の設定もあるから難しいですよ。ただやっぱりまあ想定するそのあのなかなかね、条件統一できないんで、はい、科学の実験じゃないから、はい、だからテストプレイって意外にね、そうですね、両なんていうもろ刃の剣みたいなのがあって難しいですよ、うん、それは必要だもんね、うん、そうですね、なんかやりすぎてもいけないし、やりすぎてもいけないっていうのがあるね。逆に同人ゲームだと永遠にテストプレイしてて終わんないって人もいるかもしれないね。いますね、うん、でもまあ、あのできる限り異なるプレイヤーを当てとけっていうのはそれは確かにまあありそうだろうなっていうのは思いますね。むしろそれ見つけても大変なんだけど、うん、そうで自己防衛しろっていうのは、これがスイートスポットと自己防衛の部分がやっぱり個人的にはあの一番響いたところですね、うん、あのテストプレイで否定的な意見が出されたらまず、うん、じゃあ一回やり直そうって言って自分の部屋に引きこもれって、うん、いっぺんきちんと自分をあの守ってそれでうまくいかない理由を考えて改良しろ作り直しをしろっていうのでその時にやっぱりその自分を守ることが大事なんですよね。あんまりテストプレイヤーっていうのは本当になんかゲーマーほど言いたいことを散々言ってくるもんね。いや全然言ってこない、ね、でもそれテストプレイヤーは権利全然言ってこないから言わないなって思うんだけど、ボードゲーム会話と全然いや、もう めちゃめちゃ言われる、めちゃめちゃあのめっちゃ言われます、人にもやるけど、うんうん、でも大体、うん、言わない人はそんな言わないんだけど、割と言う人多いです。俺は言う人の意見ってなんか結構まとめれたりするから無視してないそう思えたらいいんだけど、俺はなんかこう、うん、ここがダメだね、あそこもダメだねとか、なんかこう、うん、あのいろんなことを言われるとめちゃめちゃへこんで、俺はそこでその後その後1週間ぐらい使い物にならなかったりするんで、結構みんなちゃんとテストプレイやってるんですね、はい、テストはね しないとだってゲームにならないですもん。なるほど。基本的になんか逆 NG ワードみたいな、まあ、NG ワードじゃないから OK ワードか、うん、なんかこのセリフ言われたら俺の勝ちと思ってテストプレイやってる。あ、それは、うん、ありますね。それ以外はそんなにあんまり気にしてないから、うん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 、最終的な爪だって捨てるつもりで最初のテストプレイやるから、うん、あ、まあダメ出しをしてもらう、そう、うん、爪までいってたらだって爪までいってるからにはまあそれなりに評価されてるから、あ、爪までいったらね、た、ね、だその前の段階ですね、初期に、ね、このシステムがちゃんと回るかところから、ゲームとしてある程度ゲームらしく回っていくところまでのところで否定的なバーンって言われた時が難しい。結構そういうことはあります。それは多分大体的に的外したから気にしない。ああ、なるほどね。
そう、そのね、防衛の仕方っていうのはね、やっぱり一つなんかデザイナーにとってはね重要だです。俺は割と心が弱い子なので、割とそうです。外部サークルでテストしなかったので、そうていうか最初のテストプレイは絶対内部ですよね。内部です。最初テストプレイ4回以上やったゲーム、ほぼいくつかゲーム作ってますけどないですよ。本当にすごい、すごいですね。大体1回目でお蔵入りにするか、これ出すにするか決めちゃうから。だっていうかテストプレイしなきゃいけないほど細部がややこしいゲーム作ってないんですよね、単純に。ああ、それはまあ、うん、そうですね。なんかユーロの、まあ、カード300枚とかだったら、まだしも、ね、もうねえ、まあだってこれって面白いかつまんないかは2、3回では分かるじゃないですか。それはまあそうです、うんうん、言っても三つ浜レベルでも10回以上はやりました。だからバランス、その2000年代以降のユーロだとバランスってそれなりに大事なので、うん、あのゲーム自体、そうですね、そうです、ね、だからセルフバランス取るタイプのゲーム少ないですから、うん、なのでまあそれは分かるんですけど、で、あとは、単純化簡略化、冬のプロセスやサブルーチンの削除をやめるものリスト、うん、でそれ右に書いてるやつ、まさにそのさっきおっしゃってた削るっていうことですよね。時間を食うプロセスのせい、自分のソフトウェアの消費速度が鈍くなっていると気づいたとしよう、その時はプログラムのその部分に本当にそれだけの時間をかける価値があるかどうかを確かめること、うん、そうでなければシンプルにして処理速度を上げるか、完全にその部分を削除すべきだ。この見極めがね、なかなか難しいですけども、でもやっぱりやる必要なことだなと思うんですね、うん、あとは出版というプロセスがあります、ね、うん、こういうまあ歴史的なものなので、網羅的なんですけど、はい、非常に具体的で教科書的で、いいなと思います、ね、これゴーストライターでしょ絶対。これでできたのが、まあ、確かにブラックスかと思うけど、これブラックスできたブラックスで、まあまあまあ、ああいうコンセプトとしてはちゃんといいですよ、それはそれでいいんだけど、それはそれでいいけど、ちなみに右の方はいいこと書いて、もう一ついいこと書いて、カードゲームの多くのは基本的には目には見えないボードを利用するボードゲームという、あ、なるほど、そうだな、我々の製品を呼ぶのに卓上ゲームという用語を好むのはこうした理由から、はいはいはい、な非常に真っ当なデザイナーみたいなことを書いてますよ、全体に。なんていうか、今までで一番穏健な、はい、いかにもゲームの作り方、ね、具体的で非常に良かったです、これは。良かったか、まあ当たり前のことばかりですけど、ただまあ、ボードゲームデザイン、まあ、そういう本ですからね、そもそも、はい、むしろなんか超個性的なこと言われても、そうそうそうなんですね、うん、もちろんあるけどね、それぞれ人に、俺はこうするんだよみたいな、まあね、うん、本にすることじゃないから、それは。